で今日ウルトレ でこの時もう人生で初めての筋トレしました。なぜかというと、まあ、ちょっとね後々話すんですけど、まず腕トレでこれスーパーセットで、はい、フレンチプレスいいって言うんでね、まあ、取り入れるようにしてます。まあ、やり方がちょっとね前まで分かんなかったんですけど、まあ、なんとなく分かるようになってきたんで、まあしかも効いてるしね、まあいいかなっていうのでフレンチプレスをね取り入れるようになりました。そして次がまあこれね30キロでそのまま30キロでフレンチプレスと、なんていうのスパイダーカールって言うんでしたっけ、これめちゃめちゃ効きますね。しかもなんか入りやすい、なんかやりやすいし、アームカール独特の苦しさはそこまでなくて2頭だけに行く苦しさで、めちゃめちゃいいですねこれ。で何やったかというと、でこれ1時間15分腕トレしたんですよ。35セットぐらいやったのかな腕トレ。めちゃめちゃさ、なんかもう結構急いで休憩ほんと1分とかでやっててさ、でその後にで6時から7時15分までやって、夜のでその後7時半からアキト君とハムケツの足トレにゴールドジム行きました銀座。この後やばくないで9時までやって合計本当に3時間筋トレしましたね。初めてでさ、なんか体力有り余っちゃってて、でも体力有り余ってても結構疲労困憊で、こっから麻布十番から銀座のゴールド行ったんですけど、タクシーの中さマジ爆睡してて、これできるかなと思ったんだけど、まあなんとかね。まあなんでそんなこと言ってるかっていうと、まあご飯が美味しく食えるからっていうのと、暇なんだよね夜、俺夜までに仕事終わらせるから朝方でっていうので、まあこのまあシーテッドのカール、これねめちゃめちゃ効く。これもなんかね、これは習得しました。これはやっぱなんかその傾ける理由があんま分かんなかったんだけど、この右左に全然違うんだなと思って、重さの乗り方が、それを気づいた時に、うわこれめちゃめちゃいい種目やんと思ってね、これ効きましたね、はい。で次が、はい、最近まあその去年の大会終わってから改善点としてやってるこのリバースカールです。リバースカールでやっていけば腕太く見えるって言われたんだよね、その手をついた時にフィジークのポーズの時に。これやってますね、もう週3ぐらいでこれは取り入れてるかな。基本このバーベル30キロで5セットやってます。やっぱいいっすよねこれ、なんかいいねこのリバースカール、めちゃめちゃほんと効く。なんか気持ちいいパンプが訪れる。なんかアームカールってすげえ好きなんだけど苦しいからさ、これがめちゃめちゃいいんですよね。だから今回マジでジムはしごを初めてしました。なんかまあそれはダブルスプリットであるんですけど、その終わってすぐタクシーでそっち行くみたいな初めてでしたね。意外に悪くないっていうか、めちゃめちゃ疲れた。でもいい疲れでさ、やっぱご飯食べてるから、もう本当にもうだって今日8時間寝たもん。しかも一撃で途中で起きずに、なんかもう最高最高の朝迎えて、で次はまあケーブルプレスダウンでがっつりね、これもバコバコやっちゃいましょう、はい、やっちゃいましょう。これも俺やと。でこれ見れば分かるんですけど、このアタッチメントが一番いいかな。ストレートバーよりこのなんかイージーバーみたいな、これでケーブルプレスダウンが一番きましたね。なんかバチバチっと入る、まあなんか俺の感覚なんですけど、バチバチっとね、丁寧に、まあちょっと高重量扱うかなって感じで、60キロぐらいだったかなこれ。60キロでまあちょっと丁寧に潰す感じでやってますね。そしてまあこれも5セットやりました。で今日もねさつまいもとシリアルが楽しみでね、しょうがないよ、どうしたらいいんだマジで楽しみすぎて。そして次がまあはあれキックバックですね。でこれはスーパーセットでキックバックやってからのチンニングのプレートを補助プレートを利用してプレスダウン、それを3セットやって終わってすぐそのまま直行して銀座ゴールド行って、ランジ3セットとあとレッグカール3セット、そしてデッドリフト3セットで、ハックスクワット5セットで、ハンマーカールマシンで銀座ゴールドで5セットやって終わりでしたね。でまあ銀座の街をブラブラ30分ぐらい歩いて、まあ10時ぐらいになって帰ってきましたねっていう一日でした。最高です。ということでありがとうございました。そんな感じの筋トレライフでしたね今日は。昨日はね、今日は胸トレやっていきたいと思います。バイ。